神戸ファッションマートは、兵庫県神戸市東灘区にある複合商業施設。JBL に、兵庫ストークスのホームアリーナでもあり、プロボクシング会場としても知られる。神戸市のファッション産業の中核施設の一つとして1991年にオープンした。運営は、神戸商工貿易センターが行っている。六甲アイランドの中央、神戸ベーシェラトンホテルタワーズの向かいに位置する。 館内はショッピングフロア、ファッションビジネスフロア、イベントフロア、IT ビジネスフロアで構成される。1階から3階のショッピングフロアは家具、インテリア関連の施設としては国内最大級の規模で欧米の有名ブランドやこだわり系のショップショールームが出展している。4階から7階のファッションビジネスフロアにはアパレルファッショングッズの関連企業が集積、8階、 10階の IT ビジネスフロアは、ベンチャー企業をはじめ、一般ビジネスの集積の場として活用されている。9階のイベントフロアは、アトリウムプラザ KFM ホールイオエキジビジョンスペースコンベンションルーム VIP ルーム等の施設があり、様々なイベントやコンベンションに対応している。また、館内には、美術館、シルクロード絨毯ミュージアムがある。ホームゲーム開催会場アトリウムプラザに、 バスケコートと726人が座れる客席が設置される。その際使われるバスケットゴールなどはグリーンアリーナ神戸から搬送され仮設されている。その他アトリウムプラザでは特にプロボクシング工業が頻繁に開催され、市内においては神戸参謀ホールなどと並ぶボクシングのメッカとされる。竹本ありきがクリス・ジョンの持つ WBA 世界フェザー級王座に挑戦した試合もアトリウムプラザで行われた。竹本は引退後、ファッションマート近隣に Z ボクシングジムを開設している。記載情報は2020年9月現在の情報である。ありがとうございます。